三次郎です。こんにちは。今回は、また病院の話。この前、糖尿病のね、病院行っていたという話させてもらったんで、先生もこの際ちょっと病院シリーズっていうか、その何ちゅうの、私糖尿と心臓は2、3ヶ月に1回行かなきませんねんね。その何ちゅうますの、診察検診かなんかようかんすけど行ってますねんね。ほんで、まあ、この際やから、まあいろんな病気が多分ねあるんやろうけど、もうその病院なんてもう行けへんすからね。その行っとこうかなとか言うて行ってへんというね。だから、まあ、糖尿行って今回心臓のお話させてもらって、ちょっと病院シリーズやろうかな思ってね、ここ行ってきたみたいなね、はい、でこんな悪かったみたいなね、ちょっとやろうかなと、はい。次郎の病院シリーズということで、はい、今回は心臓内科言うんですかね、はい、私を助けていただいた先生に会いに行くか見てもらいに、はい、まあ心筋梗塞でね倒れたというか、私自ら電話して救急車呼んで行ったんですけど、先生曰く、心臓一回止まった言うんかな、はい、でまあもう助けてもらって、なんちゅうの、そのめちゃ先生もそうなんですけど、その救急車の人もそうですし、看護師さんもそうですし、もうとにかくめちゃくちゃ親切でね、めちゃくちゃ迅速のピャッ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 ね、ほんで励ましてくれてね、はい、もうそれはもうそれで。なんちゅうんかな、なんか変わりましたわ、ほんまにね、それ経験したことによってね、はい、っていうことで、今回はようね、全然関係ないけど、なんか嫁さん出産に立ち会ったらなんか変わるって言いますやん、まあそんな感じやね、救ってもうたんのもそうなんですけど、そのなんちゅうの、みんなのその手際の良さっちゅうんかな、手際の良さと親切すぎるね、同じ人間とは思えんぐらいのその優しさをね、特に看護師、救急車の人、看護師には感じましたわ、はい。ということで、何やったかいな、病院シリーズということで、今回はね、その心臓の病院、心臓内科っていうんですかね、多分そうやったと思いますわ、はい。でまあここはまあね、まあ2ヶ月か3ヶ月にいっぺんね、その行ってどうですか言うて、いやどうもないですみたいな、さよかみたいなねことで済んで終わるんですけど、検査だけはね、なんかこの、血液検査もちろんやねんけど、この両手と両足の血圧を測られたりね、あと何やら、私足もね手術しとるんでね、その心臓の動脈、心筋梗塞みたいな、心臓の動脈ですか、よう知らんすけど、一応ステント2本入っとるんでね、3本かな、よう知りませんけど2、3本入ってますね。ほんで足もね、心筋梗塞が退院してから今度歩かれへんようになってね、歩いたらもう痛うてもう歩かれへん、もう1、2分歩いたらもう止まって休憩して、でまた歩いたら1、2分でもう痛うてたまらんで休憩して、ええ思って、で先生に言うたら、足の血管、足の動脈いうの、そのもう詰まってるので、それも手術してもうてね、ほんで、まあ今歩けるようになったんですけど、そんなんで、その何、血圧両手両足測られて、ほんで何、心電図測られて、でまあそんだけかな、あと先生と話してみたいな、はい、まあ、それだけのことなんですけど、ほんでまあ何、いつもね
どうですかって聞かれるから、私いつもあのめっちゃ痛いレベルがね、まあ、その自分で電話した頃 10のレベルで痛いとしたら今は何歩ぐらいですとか言いましたよね。で最近ねほんまマジでこれ胸痛いんですよ。だからね、先生2ぐらい痛いですとか言って、さよかみたいな、さよか若いんですけどね、そのさよかは言えへんですけどね、まだ若い先生なんで、ああそうみたいな、あの運動した時に痛なったりせえへんねえ、ああそんな関係ないですさよか、さよかは言えへんけどね、はい、そんな感じでね、あのはい、そんな感じですわ、はい、ということで、なんか言う思ってんね、あ、血液検査、あ、ほんでね、この先生めちゃ時間きっちりでね、その普通ね、あのこれ大きい病院ですね、普通大きい病院言うたらね、もう普通に1時間2時間待たしておりますやん、何のための予約やねんみたいなことで待たされるのは普通なんですけど、この先生はほんま時間きっちり、ほんまに例えば2時半とか言うたらね、ほんま2時半、ほんまにそれはね助かりますわ、はい、ということで、あの血液検査のね、あのここは本来はね血液検査してもね、こうカビには出してくれんすよ、いつも見てあーあー言うと終わりなんですけど、あの今回はいつもね、先生紙出して言うて紙出してもらうんですよ。ほんでだからこういう個人が見る用のね書類じゃないんやね、普通めっちゃ分かりにくい、普通こんなんくれるところを言うたらなんかめっちゃ分かりやすいですやん、なんかこうめっちゃ分かりにくいんですけど、一応ねだから何が何やら分かれへんですけど、私が見ても一応分かんのはね、その糖尿を持っとるんで何やったかいな、ヘモグロビン、なんとか A1、 なんとかヘモグロビン A1 やったかな、見んのは、あと血糖値でしょ、これ見たらね、これね、こんなん3枚出てますね、3枚ね、ヘモグロビン A1 がね 6.6、これ先生見てあったらだんだん高なってきとんねん、 6.3、6.5、6.6 できとるんですよ、高なってきとんなみたいな、そんな偉そうに言い張れんよ、高なってきてますねみたいな、ほんで血糖値がね160って、これめっちゃ高ないですか、101来て124来て今回160、ここ最近はねほんまちょっと自分でもめちゃ超えてきとるんですよ。だからその加減もあるんやろね。血糖値のことは全然その人は言い張れんすけど、見たらこれ160。だから肝心のね、糖尿で通ってるとこね、血は取りはんねんけど、結果聞いたことない。先生、結果教えてや、みたいな。お前、次たち聞きますわ。先生、どないなってんのみたいな。っていうことでね、もう何も言い張れんことは何もないことをやる。この数値知りたいですよね、はい、そんなこっちですわ。だから一応まだまだ糖尿病いうこっちはね、いや知らんすけど、はい、ということでそんだけやったかな。またね病院行ってきたシリーズやりますんで、あと以降持ってる病院はね、整形外科ね、もうこの左半身がね、もう前たらこれ握力こっちが右が100やとしたら、もうこっちはもう30ぐらいなんですよ。それぐらいの感覚なんですね。それ実際測ってどうか知りまへんで、だから半分が全然言うこと聞きまへんねん。だから息子も左寄りなんかな思ってね、いやそれは知りませんけど、はい、あと整形でしょ、整形外でしょ、あと脳、これ滑舌悪いんはまあ昔からなんですけど、今 G も書きにくいんですよ、 G も書きにくいとかね、いろいろありますね。だからこれもちょっと脳の血管も詰まりかけや言うてね、いつも言われるしね、あとこう頸動脈も詰まりかけや言うてね言われとるんでね、ちょっと脳みそも持ったら見てもらおうかな思ったね。あと何個も取ったかな、歯医者か歯並びかな
並びが悪い。あと何やったかいな、整形でしょ、整形と脳みそと歯並び、あと耳とかね、いろいろ耳もほんまにね、いろいろおますね、はい。まあ、この際ね、ちょっといろいろ見てもらおうかなと思うだけね、実際言うかどうか分かりませんけど、はい。ということで、もし行ったらこの際病院行ってきたシリーズをしたいと思います、はい。ということで、いつもありがとうございます。では失礼いたします。バイナラ。追伸言い忘れ、これね、心臓の上位の薬、これ良心的ね、厚み込んだんやからまだ良心的なんですけど、飲んでる数はすごいですよ。心臓内科やね、やっぱりね、1,2,3,4,5 種類飲んでますわ。5種類朝5種類、そのうちの、2種類も晩も飲むみたいなね、そんなこっちゃですわ。はい、ということで薬自慢でした。はい、以上です。失礼します。あ、一方化して、あ、一方化してもうてるから肩低いんかな、はい、一方化大きい、一方化言うてね、知ってるね、一方化、朝の分は朝で全部袋に入れてくれてありますね、はい。一包みかって書くんかな、一方化、はい、ということで以上です。失礼します。チャンネル登録お願いします。